最高峰と称されるナショナルチーム同士の世界選手権大会、このインターナショナルカップ、今年もその時期になりました。今日はそのグループステージの初戦になります。この時間は日本対南アフリカ、こちらの一戦をお届けいたします。このゲームはエスタジオシーセのポンペウジトレロで行われます。7万3000を収容するブラジル有数のスタジアムです。日本国国歌お聴きいただきます。日本はこの試合 3-6-1 というシステムで立ち上がりから臨んでいます。まあ、ポイントはやはり3バックですよね。芝、はい、に関しては人数がいるのでそれを生かしてどんどんプレッシャーに行けますからね、はい、あとはもう一つの特徴はワントップになりますよね。初戦となるとどうしても勝ち急いでしまうんですけども、やっぱり初戦を黒星になってしまうとこの後の戦い方が難しい、はい、勝ち点1もしくは3を狙えるような、ね、ゲーム展開をすることが一番大切ですよね。堂安右サイド上がっていく、上田クロス頭、南野、お互いの意図完璧というヘッドでしたが決まりませんでした。最後崩されましたよね。突破されて次の守り強くないですよね。南野長いボール縦へ、大きく縦へ、堂安南野へ、いいプレッシャー。今日はまだ前半両チームともここまでゴールは生まれていません。前田、ボールの奪い合い激しいものがあります。やや危ないようにも見えましたが、レフリー狙った、いけるか、前田左サイドのドリブル、長いボールを送ります。森田、
ここで前半の45分が終了しました。前半0対0。さあ北澤さん、前半の印象をお聞かせください。消耗してきている中で選手起用、そういった形でどうするかですね。もう本当に変えることによってね、本当に勝負どころになる可能性ももちろんありますしね。ただ変えたことによって今までのバランスを崩してしまうこともありますからね。インターナショナルカップグループステージ第1節、日本対南アフリカ、前半を終え0対0、後半へと折り返します。後半スタートです。両チームとも非常に集中できていた前半でしたが、ね、少し時間を置いた後この立ち上がり、どう出てくるのか非常に楽しみですよね。そうですね。上田、このボールに触ります。レボガングピリ、縦のボール、さあ右へ預けて、とどうしたんでしょう。もう一度スローインになります。スローインをカットします。モコチョ、森田奪います。上田、久保、つながります。ここ来ましたよ。抜けてくる、裏を狙う、フリーだ、シュート。いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。南アフリカ絶好のチャンスでしたけどもね、うまくコントロールできなかったですね。南アフリカは選手交代のようです。うまくボールに来ました。5番取らないですか。レフリー必死のクリアですよね。裏へのスルーパス、ここでいいでしょ。中央フリーでした。絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気しますけどもね。さあ選手の入れ替えが激しくなってきました。激しいボールの奪い合いです。森田がこれはファールを取られました。激しいボールの奪い合い、いいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤での攻め合いは最後まで目が離せませんね。さあカウンター、ミドル、なんと止めた。いやいい反応ですよね。ファインセーブですよね。これはオンガリズング、ミドルシュートでした。
時間かけずに攻めたいですよね。裏を狙っていきます。このパスはキーパーへ。日本としては早めに縦へのボールを入れたいですね。さあ繋がるか。おっと、いいボールですよ。主審時計を見ながら長いホイッスル。0対0。日本プレッシャーをうまくいなすことができなかったのでしょうか。勝利を逃しました。さて北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。この初戦勝ち点1が良かったかどうかっていうのはチームによって考え方が全く違うと思うんですよね。できるだけポジティブに考えていく方が今後戦っていく上でいいでしょうね。そうですね、ありがとうございます。さあお別れの時間が迫ってまいりました。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。インターナショナルカップグループステージ初戦、引き分けて勝ち点1ずつという初戦となりました。